まあ指名本数ずっとまあ1番取り続けさせていただいて、まあ、代表としてしっかり、まあ応援してもらうって形を取りながら、やっぱりこうずっとナンバーワン取っていくのが大事だと思うんで、まあ、勇気に負けないようにしっかりナンバーワン取って、まあ、売り上げでもしっかりナンバーワン取れるように、まあ、バースデーイベントもあったんで、まあ、売り上げの方も意識していかないといけなかったので、まあ、結構大変だったんですけど、まあ、自分が店を盛り上げようと思うっていうまあ意識があったんで、まあ、こういう形に結びついたんだと思います。イベントあったんで、まあ、自分の数字伸ばすっていうのと、あとまあ店流行ってほしいっていうのと、あとはもう、まあ、代表と K さんと悟さんの他にも下の人間もできるやつがいるっていうのをまあ見したかったんで、まあ、復讐に行った形今月6月からやらせてもらって、ドキドキ引っ張っていく感じで、まあ、お客さん呼んで、まあ、クローバーみたいなもをドキドキ来たんちゃうかと思ってくれれば、まだ指名本数大体誠司さんが取ってるんで、まあ、ドキドキ一発目は僕が取りたいと思います。久しぶりにまあ上位にまあ行けたということで、まあしっかり1番を狙っていきたいんですけど、まあお店を作っていく中で、まあ自分がナンバーを狙っていく中で、まあ絶対必要不可欠な部分やとまあ思うんで、まあしっかり1番を取れるようにすることと、まあいつも2歩3歩足らないんで、まあしっかり自分の爪の甘さだったりとか、自分のケツを叩く部分っていうのをしっかりやって、1番を取りたいと思います。まあやっぱり流行ってるお店を作っていきたいというのが、まあ1番にあるんで、まあ僕がしっかり先頭に立って、まあ、一番、集客であり、まあ、売り上げであり、まあ、しっかり上げていかないといけないかなと思って、まあ、やってます。まあ、ずっとね、誠司に、まあ、指名本数一番っていうのを、まあ、取られてるんで、なんとかまあ食いついていって、まあ、そろそろ、まあ、誠司を任すやつが出てきてもいいかなと思うんで、まあ、それが、まあ、僕であったら、まあ、嬉しいかなと思うんで、まあ自分が賞、まあ、を取ることで、まあ、レイブの今後にも活気は、しっかりつけていけると思うんで。